ナイカルとバルサの監督やってる時に俺バルサに練習見に行ってたんですよ。あ、そうなんですか、うん、すげえ。ほとんど喋らないですよ、バルサ。ああ、ずっと見てた。天下で、そう、横にいてですよね。ナイカルトででも、アリゴサッキーの監督下でやってたじゃないですか、うん、で、アヤックス時代クライフから教えてもらってて、うん、すごくないですか、クライフとサッキー両方から踊ってるんで今で言ったらペップとあのクロップ両方あの監督でしたみたいなことです確かにな、うん、今で言ったら、だからそう、今そういう、あ、アンチェロッティとかも、うん、今の代表、あの監督名将って言われてる人、大体の師匠がすごい人ばっかりですもんね、監督ね。あ、なるほど。ペップとかもそうじゃないですか。え、それは選手の時に指導者になってから選手の時にそういう選手だから、さっきの教え子結構アンチェロッティもらいからともそうじゃないですか、うん、でクーマンもね、クライフ、ね、まあ、クーマン名称クーマン微妙に言いましたけどでも多分デシャンとかはリッピのまあまあ影響ありますよ ね、確実に。フリットはフリットはあのちょっと外れて、路線外れてましたからセクシーフットボールとか言っちゃう感じですよ。いやでもあの時、でも今いっぱい出てきて、はい、あの時のオランダすごかったですからね。いや強烈でしたよね。バステンは、あ、あれ水間さん行ってたんですよね、はい、あのユーロの決勝ね、88年あれライブでやってたんですよ、ダイモンドサッカーで。ライブでやってたの？ライブでやってたの。奥寺さんやってました。奥寺さんが、奥寺さんがファンバステンのあの、でも奥寺さんね、ドイツにずっと長いじゃないですか。だからオランダ選手をなんかドイツ語読みしてました、ね、で途中でピーって音入れなきゃいけないんじゃないかっていうような、あの何の話ですかそれ。そこ合わせてほしいですね、奥寺さん。奥寺さんが、まあ、現地読みでこう言ってました、ね、はい、でファンバステンはなんかルール変えろみたいな、なんかすごいこと言ってたよね、この間。いつだっけな。あ、言ってました、言ってました。なんかオフサイドなくせ、オフサイドなくせって言ってましたね。言ってたよね。だいぶ大胆な表現ですよね。すごいよね。もうサッカーのこの100年以上の歴史を変えるっていうことですよね。結構根本ですからね。そこね、バスケットボールみたいになりますよね、これ。もう全部放り込みだじゃないですか、ね、そうだったら。